なかなか出なそうではありますね今のところ。まあ、ドラですしね。あ、詰まった。なんとチューンドラさん24000、加藤さん相撲上がりました。はい、チートイツのイーシャンテンにもなりましたね、はじめしろさんは。メンツとチートイツ両方イーシャンテン。さあ相撲上がりました山木プロ、タイヤをドラドラ、はい、千二千の上がり。アカウワンか。あ、苦しそう。危ない危ない、これは一発だ。なんてこった。だろうな。リーチの一発で上がりました、はちみつさん。イースーマン、イースーマンです。あれ、あ、でも、ええあ、うん、うん、あー、これは山脇さん、山脇プロの上がり。先手です。はい、吐く赤い位置。ピース、はい、俺は動くと早いな。まあでもみんなが上がりに向かうと基本はすごい早くなります。ね、始まりましたドリフマージャン。実況は私柚塚優里、解説は綱川貴明プロです。綱川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ナンバーのスタートです。サイコロが、トンチャにハチミツ二郎さん、ランチャに加藤茶さん、シャーチャに山脇千文プロ、ペーチャに高木ブーさんです。はちみつ二郎さんからの親番スタート。高木さんがね、ちょっと一歩出遅れた形になっていて、あと3人はかなり競ってる状況なので。そうですね、ほぼ並びといったところ。はい、この親番でね、はちみつ二郎さん上がれれば大きいですけど、うん、どうでしょうか、どうでしょうか。まずはハイパイですが、ちょんちょんで、はい、はちみつさんのハイパイ、こちらトンがドイツですね、うん、自家製、そして赤も1枚ある。さあ、ドラがシャーになりました。うん、なんだかつまんなくなっちゃったな。で、メンツもある。ありますね、うん、悪くないですね、全然手がいいですね、はい、どっちかっていうとね、うん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 、さあ、切り出しはチュンから、はい、そして加藤さん、あー、いいですよね、いいですね、うん、3色なんかもありそうだし、はい、山脇プロ、あー、でもこのね、泣きが得意な、シャーチャでシャーが統一ですね、はい、しかもドラ、うん、あ、ドラか、そうでした。そして高木さんです。ただドラがゆえにすぐ出ない、うん、かもしれないですね、ことも、ね、うん、トイツが増えた。でもなんかチートイツにはしなそうな、うんうんうん、ここまでのね、あの麻雀を見てるとしなそうですけどね、 どうなんでしょう。さあ、はちみつさんが仕掛けました、トンのポンです。自家製のトン、まあ、そうですね、そうです、そうです。で、はい、そうですね、はい、うん、もういいシャンテンだ、はい、加藤さんも一メンツ完成、うん、しかも3、4、5の3色になる3ワンを引いてきましたね、うんうんうん。きたねえし、うるせえ。むせるわ、うるせえわ。うん、うん、ここは目いっぱい。今回は加藤さんもかなりいいですよね、はい、上がれそう、いい、うんうん、やっぱり上がれそうな時って自敗持ってないですよね、加藤さん。あー、そうですよね、うん、この辺がやっぱりメリハリというか、うんうんうん、自分の中でもその上がれる時と上がれない時でかなり変えてますよね。さあ、テンパイしました。素直に取ってもいい、外してもいい、外しましたね、うん、ここはやっぱり取らず、うん、形をより良くしようと。でっかいのやったことある？あ、役満とかですか、うん、中連ポートは山脇プロイーシャンテンチートイツ、うん、3回ぐらいあるんですよね、うん、
へえ。チュレポートやると死ぬって言われたから。そうそう。もう大丈夫でした。大丈夫でした。死ぬやつはあんまりいねえだろうな。やったからって。でもそれぐらいですかね。あとスタンと大数詞とかはあるんですけど、そんなになんかいろいろ上がってるの。大数詞はちょっとそのびっくりしました。普通に小数詞の方で結構、ねね、上がるので、うんうん、大数詞ってあの、ま、全部換算素を引き入れた、それは大車輪ですね。大車輪か。大車輪はないかな、ない気がします。あとさやかちゃんあれやってたね、13面待ちの。これはつもぎり。13面待ちもね、あの横移動は見たことあるんですけど。加藤さんいい形です。そうやな。そうですね。はい。想像もね、しかも数層残してるとね、345の3色もあるし。うん、来ないといけない。あ、ここはいい赤嘘入れました。それで、普通に上がってたもんな。リーチしてましたよね、多分ね。いや、これ結構みんないい手ですね。うんうんうん、リーチするぐらい。まあ、リーチしても大体上がれそうではないです。これはやばい。何でもいいから。ああいうだから引きのいい人もいるんだな。全然普通に喋るじゃないですか皆さん。結構そのちゃんとテレビに映ってる、はい、めちゃくちゃいい手なのに。そうですね、大きいポン、大きい舞台で、ね、これでテンパイだ。いいですよね。喋、うん、りながらシャアが隠れあんこ。ねえ、ヒーマンとキューピーのシャンポン待ち。男で俺は瀬戸くまくんだな。うん、いや、この最強戦のたまんないっすね、うん、こんな、ね、こんな喋りながら。あれはすごかったね。ロン8戦とか言われたらね。そうですよ、チーソーポンで。ね、ただここにヒーマンが統一した時点では多分足りてなかったんですけど、裏手だったんですね。キューピーは場に1枚ですね。ということで山に1枚しかない。なんで泣いてんのかなと思って後で聞いたら、あ、そういうことあったのねっていう。加藤さん最強戦もご覧になってるんですね。あ、そうですね、やっぱりお好きなんですね。そうですね、うん、よよ、あれ、あ、いつだ、すごい、はい、引いちゃった。これでテンパイですね。はい、ダマテンを選択ですね。佐々木久人くんも来てすげえ強かったな。負けてるところほとんど見たことないですね。うん、そのまあ調子悪い時は。あ、これ、あ、そうだ、当たりですよ。ないんですけど。一通で上がれる。あ、でもあるんだろうね。高井さん。調子が悪い時。当たりですそれ。ロンテ。ちょっと気づいてなかったですかね。会ってみてえな。これ泣いた時ってロン。あ、できます。あ、そうです、妻もロンもできます。で今あのトンで親番なので、はい、あの役はあるので、リーチ以外で上がれるってことです。あのこの形ですよ。参考、はい、これ今気づかれたんじゃないですかね。そうですね、なんかあ当たり、いつドラドラで上がれたんですけど。いやいや、もう泣かないんですよ僕普段。あ、なるほど。泣かないからよく分かってないです、泣いた後が。あ、でもトンは自分の役配なので上がれます。はい、これ、はい、今ツモ版ですね一応。高木さんですよね、はい、うん、ああ、うんと、うんうん、だいたい止まったら、うん、あれ積もってないかな、3、3、3、あ、積もってないですね、うん、これうん、それこれ気づきましたね、ウピン上がれたなという、当たりだったっていう、ね、気づいちゃったな、どうしよう、どうしよう。観浪ピンとかにもね、取れますね。チーピンを積もってきたので、てかチーピンそもそもこれ当たりですね、よく考えたら。あ、そっか、はちみつさんの当たり牌だ。テンパったらリーチだもん。売り手になっちゃうんだよ。売り手？なんで売り手よ。いや、これリーチかけたら売り手になっちゃう。売り手にはならないですか。ね、まあ多分そのウーピン、ウーピンが当たりだったことに気づかれてますね。でもここで一巡経ってるんで、この場合は振り手にならないです。次からは大丈夫。こっちだったら振り手になっちゃうでしょ。いえ、ならないです。ならないらしい。え、ならないらしい。こっちでしょ。どっちにしてもならないです。アドバイスいただいてますね。なんなの、大丈夫ですよ、安心してください。でもどっちにしてもなんないって言って言うと、どっちが出るんだ、うん、
確かに、そうか、7は当たっちゃいます。こっちでやっても振り手にならないね。10ピンは当たっちゃう。はい、どっちでも。でもね、6ピンが2枚切れなんですよ。あ、勝ち分かりますか。そうか、間か。はい、そう、間だったらセーフです。こっちの間ってことだね。どんどん敵にヒントを与えてるそっちはアウトです。そうなんです。じゃ、こっちのがいいってことでしょ。いや、もうそれはお好きな方です。それはそう。ナンバーテン全部あ、リーチでも全部聞いちゃってリーチしか役なさそう。あ、この野郎頭でも大丈夫だった。高えんだな、シャア持ってやんな、この野郎。持ってないよな。役ありだ。そう、シャアは持ってないけど役はあるんです。はい、チューピー当たっちゃうんです、ね、もうここまで話したらリーチでいいんじゃない。それはそう、ここまでリーチ。あー、チューピーが出てしまった。そっちは当たりです。そうなんです。あ、はい、はちみつさんの上がり、はい、だから、あ、リセンテ入れません。ないです。これトン赤い1、2900点の上がりです。トンドライチか、2900点ですね。はい、はい、2900点です。2900点。一悶着ありましたが。そうですね、はい、あ、ここまで大丈夫。そう、それじゃないですね、うん、そうなんです、そっちが当たりなんです。あ、これ、うんうんうん、ピンが当たり、あ、そういうことか。あ、本当だね。いつあるのね。あ、そう、本当だ。で、2900なので、ちょっとね、想像がね、見逃すから、ややこしかったんですよね。テンパした瞬間にすぐ出ちゃいましたからね。ドラドラじゃねえか。本当だ。一通だけでかったんだね。あ、で、あ、そうですよね、1本が何の1曲の1本映えと移ります。はちみつさんの親番が続行です。今2900点上がりました。で、最後の振って、うん、こういう時ね、内側で見逃されるとね、うん、どうしてこっち側取るんだよ。急に調子よくなったりするかもしれないですよ、うんうんうん、なるほど。こう波が来ていますか。向いてきているかもしれない。もしかしたら、はい、はちみつ二郎さんの大爆発がここから始まるかもしれないですね。うん、親番はちみつさんの連チャン、ちょんちょんしてね。なんかそれほどでもない。うん、そうですね。ドラが9ピン。うん、1枚一応ありますね、ドラ9ピンは。はい、今1ですか。なんかね、前振りしたほどではないですね。そうですね。うん、これはそうですね。さあ、そして加藤さん、ドラを1巡目で積もってきた、うん、そして山脇プロ。高木さん、お、高木さんがいいですね。めちゃくちゃいいですね。はい、白統一で赤赤、なんか思ってた感じじゃないな。見逃した方なんですけどね。そ, う、うん、そうでした。でもまた上がるそうだな、これ、うんうんうん、インドラです。いいか、やっぱ端っこだな。9ピンはちょっと端っこですね、間違いなく。でも使いづらいですよね。でも高木さん今回は使えますね、端っこでもね、白がありますから、はい、あ、でももうこれはもういいシャンテンですもんね、うんうん、赤赤ですし、このまま行きましょう。はい、お、白出る、お、なんとチュンから、うん、でもこの間にね、高木さんがテンパイすると白がとっても危ないかも。ここでね、ウーアンパーワンとかだと危ないですが、泣かせなかったことによって当たり牌になってしまう、なっちゃうみたいなね、あります、あります。これで白かな、うんうん、でどうします高木さん、これポンポン、おー、泣きました、これはテンパイ取った、はい、うん、ウーマとパーマンのシャンポン待ちですね。テンパイを取ると、うん、あれ危ない、危ないかったです。あ、ここですか。このウーマンちょっと危ないですね。はいはいはい、入り方によっては、うん、全然、うん、下の3色なんかもあるんで、うん、確かに切っちゃうかもしれないですね。はい、
あ、山脇さんはこれ漢字層引き入れた。そうですね。で数ワン切りましたよね。うん、うん、ってことはこれペンちゃん出ないっぽいですね。うん、あんまり、うんうん、なるほど、うん。さあ高木さんはウーマンとパーマのシャンポンマシェテンパイを入れています。もうテンパイですからね。はい、ハクドラドラ。これだと危ないぞ。パーマンですね。なんかね、チートイツとかになるかもしれないですし、うん、はいはい、そうですよね、統一が多い形なんですよね、うん、山脇プロは。さあ高木さんだけ今テンパイを入れている。山脇さん一回も放銃してないですね、ここまで。あー、なるほど、守備力ですね、プロのね、うん、でも、あー、そうか、足りちゃった。 あれあれ、はい、あ、はいはいはい、セーフです、セーフです。はい、え、白、赤、赤、白、ドラ、3900の一本馬ですね。4200点の上がり、4200点。はい、あっという間に決着しました ね、 ね、うん、しかもさっき見逃した相手から、うん、もう一回上がりましたね。1000点バック、ちょっと安くなっちゃいましたけどね、うん、うん、半額ぐらいに。何2曲？ 8 つか。え、うん、あ、そうです。さあ何の2曲へと移ります。加藤さんの親番です。本当に加藤さんね、加藤さんが一番おとなしいですもんね。そうですね、1回8000上がりましたけど、それでもその1回しか出番が来てないので、はいはいはい、ただまだ展望はね、横並びと言っていいほどだから、はい、来た、来ました。さあドラが嘘、これは来たでしょう。あ、本当ですね、加藤さんいいんじゃないですか。あ、でもなんか山脇さんもいいし、うん、高木さんもどうでしょうね、まあ、どうなんでしょうね、左手次第ですね、うん。しみつさんも、あ、両面多いですね。あー、しかも、はい、いい層引いた。ひとみつ賛成、うん、さあ、そして終盤まで来ました。この島かな、俺は、ね、はい、自分の番は最後のツモですが、高木さんはテンパイせず、はい、で、配定です。はい、次が配定、リーチを打ってますが、あ、違う、あ、じゃあここにしてって終わりです。じゃあ改めてポン、あの、ロンですが、ね、留守だよ。さあ流局となりました。はちみつさんと加藤さんの2人展開ですね、はい、流局となりました。あ、そうですね、いつも忘れちゃう。で1500点ずつ、これは1500です。1500？はい。やば。何の2曲の1本バイトを釣ります。京卓が1本。さあハイパイどうでしょう。うん、これどこだ、ここだったよ、こっちですね。さあドラがめくられて9Pになりました。はちみつ二郎さんちょっと良さそうでしたけど、うん、親の加藤さんはどうでしょう。まあまあかな、うん。山脇プロがチュン統一ドラも1枚ある、両面もありました、うん、スピードはありそうですね、山脇さんはね、はい、そして高木さんは、うーん、ちょっとドラはなさそうですね、うん、ただマンズは多分456一面ずつできてますね。はい、あ、ここがここですね、いいですね、はい、うん、
そして加藤さん初が統一捨てた本につくんだよな。親番連チャンしたかったら仕掛けることもありますかね。どうでしょうね、うん、ちょっと仕掛けると守備力なくなっちゃいそうですけど、はい、親なんでね、はいはいはい、微妙ですよね、うんうんうん、そうなんですよね、うん、連チャンも大事ですからね、うん、ただちょっと安いし、うん、そんなに形も良くない。なるほど。でも親、うんうん、難しいですね。あ、いい赤ドワン。高木さんの上がりもありそうですが、やっぱり一番いいのは蜂蜜次郎さんですね。ここですね、はい、ドラ受けもありますからね、うん、どうにでもなりそう。はい、うん、加藤さん本当に愚形がね、うん、愚形が多い。一個でも解消できればだいぶ違うんですけど、うん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 、あとドラ重なりとかもねいいですよね、うん、まあ、難しいですけどね、うん、そうするとチートイツなのか初ポンするのか。確かに確かに。引いたのは3腕いらない。またうーん、いらないの来んなよ。いらないの来んなよいらないのは来ないでほしいですよね本当にね、うん、できるだけ来ないでほしい。はい、でもそういうゲームですからね麻雀は。だいたいもう毎日ぐらい試合はあるの。そうですね、試合はまあ、うーん、あ、すぐチーマン引いたよ。毎日ではないんですけど、うん、まあ、いいチーマン、これでいいシャンテン。週に4、5回あったりとか。チャンスです。あの、勝ち進み続けてると多かったりするんですよね。負けちゃうとなくなって。しかも形もいいし。そうなんですよ、ね、全部勝ってると全部それ参加だから。そうなんですよね。どうだ、みんな賞金がなってる、うん、ローソーじゃない何賞だ、ローソーだ、ローソーだ。ここはダマテン、ロッキューピーのテンパ入れました、うん、はちみつさん。これは上がれそうだな。はい、キューピンだとエーディングと。危ない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 。あ、これはあら、ドラ、ドラ、暴れた。あ、役がないと思ってますかね。ですかね。まあ、いらないから捨ててんだからな。ピンフでね、役は一応あるんですけど。気づいたか。考えてらっしゃいますね。え、パーソーで考えた。いや違うんです、パーソーじゃないんです。そうなんです、これピンフだったなって感じですかね。か、それかリーチ、うん、結局じゃあ、あれはリーチか。あ、行きました。リーチですね。はい、あ、そうなんですかね。はちみつさんのリーチ待ち6球ピンです。リーチピンフ赤。あんまりありがたくねえな。優勝するとシードもあるので。これ明らかに球ピン、うん、見逃、あ、球ピン当たってないですよね、つもぎりリーチで。はい、はい、加藤さん大丈夫ですかこれ。ありますよね、さっき通ったでしょって。ボソって言うからいいやな、つもぎりだったよねっていう危ないかもしれないですねこれね。はい、うん、何がどうした。高くなって放置することになるかもしれないです。なあ、いる？あの前これ、まあいらないですね。そうですね、まあいらないんですけどね、はい、確かに、ね、加藤さんはまずは初の統一落としからですね。うん、まあ、かなりね展望動いてないので、はい、あれ、そのね、これ親番ですが、しんちゃん無理して押さなくてもいいと。うーん、なるほど。まだここで攻めなくてもトップまで見えるということですね。そうですね、うんうん、まあもう形もねちょっとね、はい、弱いですもんね。まあ、まっすぐ行ける形ではねないですからね。うるさいな。やはりさすがの守備力といったところですよね、はい、親番になるとねやっぱ人ってちょっとねウキウキしちゃうもんなんですけど、はい、あんまりこういうところでもねその無理していかないですよね、うん、確かに親番好きです私も急に何ですか。親番っていいですよね。なるべく維持したいよね。はい、うん、そうなんですよ。だから親になるとね結構ね頑張っちゃう人多いんですけど、うん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 、加藤さんは無理して頑張らないですねこういうところでも。じゃあ実際ね頑張りすぎてね放銃しちゃったらね、うん、ラスになってとかありますからね。まあやっぱりね余計な失点につながっちゃいますからね、そうするとね。ただ親番だと詰まられても失点大きいじゃないですか結局ね。そう、うん、だからもう押しちゃえばいいじゃんって。そう
ってすぐ私思っちゃいます。わかります、うん、でもやっぱりね、放獣した方が点高くなること多いですから。いや、あのね、放獣した後に思うんですよ、あ、これ放獣しちゃいけなかったって、うん、サクサクね、そう、難しいですよね、マージンってね、うん、このマンズが押し寄せてきたのは高木さん、うん、ただ6球ピン打っちゃいましたね、いったね、本当だ高木さん、パーピー入れた、どうにかならないこともないですが、うん、硬いです ね、 やっぱりね、形が悪すぎますよね、ちょっとね、はい、それにしても、うん、ところで6球ピンどうでしょう、ここに、ね、大丈夫ですか、これマンズがね、たくさん来ちゃって、ローピンは当たりの、はい、うん、あ、耐えたか、耐えたすごい、すごい、我々の願い届いてますね、そうですね、よくこれ耐えましたね、だってもうさっき数ピンも通ってないから、うん、さっき数ピン切った時は やる気だったはずなんですよはいはい、これやばいなみんな、さあ6球ピン山に残り2枚あります、あ、これで切らないじゃないですか、赤いペン引いてきましたよ、まあちょっと数ピンも切ってるんでね、もうちょっと上がるのも厳しそうですけど、はい、一応切らなそうですね、うん、現物でいってるんだよ、現物でいってね、うん、現物でいきましょう、あ、積もりました、大丈夫ですよ、また寝ちゃって、そう、積もです、リーチピン、普通もドラ1、裏が乗るかどうか、裏は、裏が乗れば満貫ですが、乗りましたね、乗りましたね、2000、4000の積も上がりとなりました、2100、あれリーチも、あ、また、あ、なあ、でもリーチだ、まず1本まで2100、4100の積も上がり、2100です、さあ、そして何の3曲へと移ります、もうオーラス、ラス前ですよ、早いですね、はい、あ、ごめんね、山脇プロの親番です、ここまではね、かなり大人げない麻雀で本当ですね、本気を出してますからね、来てますけど、ドラが3万になりました、そう、でもあのね、あの来るプロね、大体みんな大人げないんですよね、はい、今まで来たプロも、はい、数々のね、まあ、プロが来てますけど、一番大人げなかったのは佐々木千里さんでしたけど、ね、あ、なんと、はい、もう全然、あの、全然もうなんか普通に打って普通に勝ってましたねそんな本気で打たれてるんですね、なんかもう全然、何がみたいな、はい、何、悪いことしてないけど何もみたいな感じでしたけど、ね、まあ、そうなんですけど、まあ、そういう話じゃなくてあ、まあ、さあ高木さん、ダブナンが統一ですね、良さそうですね、うんうんうん、なかったの、うん、なかったの、ね、俺のとこにもないもんな、こちらはチューンが統一、あれ3はありますよ高木さん、あってもないって、あってもないって言う、そうですね、あってもない、あ、普通はそうなんですけどねあ、さっきから素直すぎちゃって、今回はでも何番だっけ、言わなくていいんですよという、何3曲です、こちらですね、3枚1枚ありました、はい、うん、じゃあ何は使えんだ、何は使えま す、 使えます、うん、ダブナンですよ、ダブナン、何はあるんだね、じゃあ、でもそうですよねこんな聞いたらバレちゃいますよねそっか、じゃあ何は使えんだでも使えますよ、はい、間違いないです、うん、確認大事ですよ ね、 はい、3万です、3万だって何回でも聞いて、何回も確認する、やろう思ってんなバレてしまったとうとう隠してたのに、この加藤さんの予想がね、大体本当に当たるんですよ、うんうんうん、やろう思ってんなっていう、こう関係性もそうかもしれませんが、やっぱよく見ているということですよね、そうですね、本当に加藤さんはね、人のさっきも山脇さんが切ったドラに反応してらっしゃったシーンもありましたけど、はい、はい、人の才もちゃんと見てらっしゃいますよね、やめてよ本当にいいね、チートイツ、チートイツ、ね、あ、キューマがワンコになった、なんか夢のありそうな手になってきましたね、そうですね、
ただ早いのは加藤さんですね。ここですか。うん、確かあの一番左がリャンピンなので。なるほどなるほど。はい、そうですね、早いですね。リャンペイコとかあります？あるかもしれないですね。ね、もしかしたらね。うん、まあ、高木さんもねダブナンとかポンできたら、うん、まあ、さっきあるって言っちゃったんでできるかどうか分かんないですけど、いやそれで切らないのはちょっと意地悪。あ、リャンペイコだ。え、本当にリャンペイコだ。本当ですね。これはどうなる。あら、いやそろそろあげようかな。じゃあこれなんそろそろあげようかなって言いながら切りました。はい、はい、しょうがないからいただく。まあ高木さんが持ってるとなれば山脇プロは使えないですからね。まあ、そうですね、絶対使えないなんです、ね。はい、そうなんですよ、うん、この難をポンしました。高木さん、いや面白そうな手なんですけど、捨ててないよね、うん、そうなんですね。先に捨ててるから、うん、あれチートイツか、チートイツ天敗だ。捨ててんだよな。リャンペイコにはならなかったですけど。うん、やらないの。あ、タンヤオリャンペイコでした。すごい。あ、決めたんだ。なるほど。はい。素敵。まあ確かにね。うん、チートイのみですもんね。1600なんてね。うん。単品リャンペイコにしましょう。素敵。あら、ゆずこさん。はい。ちょっと男らしい。素敵。そうですね。これはいいですよね。ね、ちょっと待ってください。はじめつじろうさん今白じゃないですか。白なんですよ。あれれれ、すごい。こっちもそう、なんかすごいことになってる、ね、ぶつかり合いですねこれは。うん、で山脇さんもねこちら、あ、いい、よくなりましたね。シャンテン、ここもねダブナンポンしてますからね、うん、なんかドラがくっつくなりすればね。はい、いや、どうなっちゃうんだ。え、あ、ケツが痛くなる。天敗だ。いい、買えばいいんだよね。なあ、なんか面白いな。え、天敗、そうですよね。そうですね。取りますよ。普通は、普通はそうですよ。普通はそうなんです。そりゃそうですよ。さあ、リチと行きました。はちみつさんの街は、数万短期です。対照的ですね。リーチですよ。OK。あ、で、リーチもまた。あ、そうそう。毎回忘れちゃう。さあ、どうなってしまうんだ。チートイツの天敗を取った方と取らなかった方、ねえ、面白いね、はい、命運が分かれるかもしれないですね。ジャンソーさんからがなんかその無料でとかでなんか、はい、なんていうんですかね、買い替える時とかに配ってたりとか。ああ、そうか、古いやつを。高木さんも困りましたね。そうですね、現物は印象だけですか。あ、お、変わった。現物あるわけだねこれ。そうですね、台とかも結構そのまあ、あのマンズがね、ちょっと一番も9万しか切れてないですからね、最後の。ちょっとマンズが一番嫌ですよね、やっぱりね。はい、あっ、ね、宣伝はするかな。まあここは一旦と、ちょっと泣いてみようかな。ポン、これで山脇プロが天敗ですね。サブローマン待ち、地風のトーンを泣きました。え、スーソー、スーソー通りました。うーん、もう安牌がない。うん、ねえ、そうなんですよね。まだ十分あるな。まだ、ね、半分ぐらいですね。ねえ、スーワンは2枚生きてますか。うん、山脇プロが1枚使っているだけですか。初物が来た。あ、いけねえ、違うわ。違いましたね。うん、ご自身で一枚。そうですね。はい。川にありましたね。でもこっち行けねえのか。うん、まあとはいえ一枚切れでもね。うん、当たる可能性はありますもんね。はい、はい、うん、さあ、サブローマン町の山脇プロ。折りまくったと同じの感じになって。今三蔵が通りましたが、うん、そうですね、はい、うんうん、硬いですね。さあ、そしてはちみつさんのリーチはこちら、数万短期チートイツ、はい、まだいますよ。はい、あ、相撲上がりました。トーン赤一千オールの相撲上がりです。なんか本当に山脇さん仕掛けて上がりまくりますね。はい、いや、そうなんですよ、うん、そのイメージねすごくあります、山脇プロは。
あと一杯来ねえな。でも強いんですよ。うん、確かにちゃんとあの仕掛けるけど守備力もあって、うんうんうんね、今日多分本州一回もされてないですしね。まだしてないですね、おそらく、はい、強いんです山木さん。本当にすごいですね。さあ何の3曲へと移ります。山木プロの親番が続行、どれがいいそうです。さあここで、はい、連チャンになるかというところ。今回はどうでしょうね、うん、赤は1枚あり3-1-3-1、うん、まあ、まあ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 って感じですか、まあ、ダメで全然ダメではないですね、はいはい、うん、いいそういいそう、はい、そうですね、ドラはいいそうですね。いいそうだって、何急に。いや珍しいドラはね。そんなことはない。珍しいドラとかあるんですね、うん、あるんですね。まあまあなかなかね、そうですよね。今回はないと。ちょっと厳しそうですね、うん、高木さん。しかもドラもない。はい。はちみつさんドラ1枚ありますが、あでも得意の一通になるかもしれないですね。はいはいはい。そして加藤さん。あら赤い、赤赤ドラ。ね。さあそして終局間際となりました。お今テンパイが入りましたね。はい。小屋の山脇プロ。いや高木さんもなんかすごい E ピンカーに4枚並んでますけど、本当だ。でもここまで形になってますね。ここまであすごいね。あここはドラが2枚来てますね。やっぱり一通じゃないですか。あ本当ですね。一通 E ペーコードラドラのテンパ入れてます。あれでもちょっと待ってください。じゃ盛り上げリーチ。盛り上げリーチ。あじゃあまたリーボを一回この。あここもテンパですね。同じ町だ。本当だ。ペン三層。あ、すでけんだ。イーペーコードラドラ赤赤。ドラドラ赤赤。ねえ。売り上げリーチに打っちゃうかもしれない。俺もこれ打っちゃうかもしれないな。売り上げリーチは誰か当たるんだよ。三層待ちですもんね。誰か当たるわな、これ、ね。絶対打ちたくないですね、この売り上げリーチ。おー、でも。自分も勝負手ですからね。取ったよ。いやあ、これ打ちすればいいんだ。うん、高田さんの最後。さあ、これが配定。これで0局となりました。はい、はい、はちみつさん加藤さん山脇プロの3人転敗、うん、同じ0局となりました。同じ、そう、同じ形のね、同じマッチなんですよ。珍しいですね。はい、しかも本当にすごいですね。当てたのか。イーペーコーまで一緒なのってめったにないですよ、ね、確かに。じゃあ、1000点ずつですね。そうだよね。また3000点出す、うん、これは胴体で、やっぱり同じようなところで待つんだね。同じでしたね。なんの3曲2本前と移ります。山脇プロの親番が続行です。また同じ形なの、久しぶりに見ましたね。早速赤ウーピンが見えます、うん、やっぱ1枚あるだけでも結構違いますよね。違います。こういうのってやっぱ赤入りの麻雀で赤がないとなんかこうどんよりして見えるというか、どんよりして見える気配が、まあまあまあ、でも分かります、はい、それでねドラもなかったりするとね、うん、もう本当にやる気じゃないですよね。いやそうなんですよ。ドラが欲しいか。じゃあドラは何でしょう。シャーですか。シャー、うん、シャー、ドラシャーです。うん、シャーか。ここに1枚見えますね。シャーなんだ。ドラシャー。そして赤馬も1枚あります。難しいな。はちみつさんの手牌かなりシンプルでいいですね。はちみつ二郎さんはね、はい、わかりやすい。ここ赤薄いですね。そう、やっぱりね、1個あるとね、はい、全然違います。全然違いますよね。ドラがね、高木さんドラはあるんですけど、うん、ポツンとしてるんですよね、うん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 、友達を早く連れてきたいですね。友達を連れてきたい、はい、ただね、仲良しグループを。そう、ただシャアは友達少ないんでね。あれ、シャアの友達ってシャアだけですか。そうなんですよ。すごいこう小さいグループなんで。そうですね。
かなり受け入れがね。赤ウーアンは結構陽キャなんですけどね。陽キャですね、うん、結構ね両手広げてね受け入れられますね。割と誰とでも仲良くするんですけど、はいはいはい、このはちみつさんのね何を仕掛けるかといったところもあります。あ、でもなんかそうですね、いつも結構やっぱ厄介に頼らない打ち方されてますね。そうですね、うん、ああいうのの統一落とし1回戦でもありましたもんね。うん、ありました、うん、で今回ドラ票にもない1枚ありますからね。泣くと思う、うん、しかも泣くと安くなっちゃうし、はい、あ、ドラ友達いるじゃんそんな簡単に連れてこれるんですね。ねえ、友達意外と近くにいましたね、うんうん、これで大チャンスだ。ただまあ泣けないんでね、それだけがちょっと、はい、仕掛けは効かないですが、はい、今本当にしょうがないですね。あ、やっぱりね、陽キャには簡単にくっつくわけですよ。そうですね、そうなんですよね、うん、くっついちゃうんですよね。つながって、あ、このペンチーピーも嬉しい、うん、いいところ入りました。わ、終盤になって、うわ、このローアンも嬉しい、うんうんうん、みんなだんだん盛り上がってきましたね。テンパイクイーンどうやってんのやかな、うんうん、テンパイクイーンのもう気になっちゃってそうですね、はい、結構多分見てらっしゃるんでしょうね。テンパイクイーン気になっちゃって1時ぐらいから始まって、え、あ、そんな夜やってるんですか。ね、らしいですね。フロアマってのやってるよね。ああやっぱ下手かな。この間上がんねえかなって思う、ね。まあ両手上だってあれなんだけど。プロ強いですか。いや、その時見たらゴブゴブだったね。あ、そう。ゴブゴブだった。今でもアマチュアつもな、強いやつがいっぱいいるからな。みんなもう全然、ね、分かんないよね、うん、みんな強いです。さあ、ズワツモギリドラさんの高木さん、ん、なんだ、ローソーか、ローソーだ、ですね、なんか難しいですね。うん、難しいですね。ちょっと対照的な形が多すぎて、うんうんうん、あー、これうまいかもしれないですね。うん、両面固定ですか。うん、イーソーが2枚切れてたんで、はい、イースソーはちょっと弱いんですよねって言ってたら、あー、リーチ入りました。加藤さんのリーチ、スーチーマン早すぎない。珍しい、え、珍しいだろ。珍しい、確かに珍しい、うん、なんか久しぶりに見た気しますね、加藤さんのリーチって。え、加藤さんのリーチってありましたっけ、うん、あ、でも早いリーチで1回戦にはありましたけど、はい、でも泣いてドラツ持ったやつも早かったですね。2回戦目は初ですか。初リーチですね。初リーチですね、まあ、2回戦目になってから初上がりも決めましたからね。そう、人投げでテンパして、うん、スチマン一発どうだ。うん、ただスッチーは両面かなりいい街ですもんね。はい、んんんんスッチーワン、ここも、はい、山7じゃないですかこれ。え、山脇プロが1枚持っているだけですだけ。え、そんなことってあるんですか。7この順目で 7、これはさすがにちょっと強すぎるな。あ、ここに1枚来た。それでも山6ですからね。ちょっと今までの予定と変わっちゃいますよね。あ、本当にした。うわ、勝負だ、大勝負になりましたね。ちょっとの避けたいしね。うん、ドラ5、どれを切りましょう。これ、お、まあ現物ですよね。そうですね、赤ウーアンがね、はいはいはい、現物を切りながら本一にもなっちゃいますよ。こんなの本一にしたら大変ですよ。え、倍満ぐらいになっちゃう、なっちゃう、なっちゃう、はい使えないの。それは大変なことですよ。使えんの。なんだよ。あ、噂のシャア。うん。使えるんだったら。あ、シャアドラじゃん。シャアドラなんですよ。ただここにあんこなんですよね。そうなんです。はい。ある。使えたんだよ。これは大変だ。インシャンテンですね。これは大変だ。これ大変ですよ。はい、あ、ここに1枚吸収されました、スチーマン。あとが困っちゃうんだよ。ね。どうしていいか、うん、確かに確かに困っちゃいますよね、うん、本一になるとね、はい、逆にね、うん、どうしたらいいかね。さあ、これが定番は、はちみつ二郎さん、うん、まあ、今ここは硬いです ね、 ね、うん、いや、ちょっとちょっと高木さんの手楽しみになってきました。ここですよ。だ、
助け、いやそんなそんな勝負ですから。誰に言ってんの俺に。え勝負手ですよ。なんか楽しそうな裏の方のやつに西さんっていうね、あの方が後ろにいらっしゃるみたいですね、はい、あの決してこ の, あのドラのシャアのことではなくてなるほどなるほど、はい、それは通るだろう、うん、これいいんだこの後この後ですね、この後ですよね、はい、まあ、何を引いてくるかによりますよね。これはこれはあ、これは勘できね、え、ま、できるのか、できますね、できるんだな、うん、できます、できないとこもありますけど、うん、大抵のところでできそうですね。感じて、これを、そうですね、さあシンドラどうでしょう。あ、かんの。で、両万。あ、なんだこんなもの。いやでもリーチなんでね、チャンス広がりました。うん、しかもまだ山に5枚ありますからね、スチーマー。はい。でも、頼むよ、なんか引いてくれよ。引いてくれ。いやこれじゃない。まあね、いきますよね、もちろん。はい、これはちょっと雲行き怪しいというかドキドキしますね。ちょっと準備もね、あ、しかし通りました、加藤さんのつながり、さすがにリーチ2も赤、あれだってて裏がドレバマンガン、はい、間違いなく2回目の上がりです。乗らねえ、はい、あ、乗らず、3,2,6,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 3
1528。はい、はい、いつも上がりました。これが超高です。まず、はい、228だからこれで200点バックで、はい、37、まあ、はい、こういう困ったんだよ、どうしてか。あーすごいすごいすごすぎる。いや分かったから1500点。ごまかそうったってそうはいけない、そうはいけないよ。ごまかそうったってそうはいけない。さあ、なんの4曲オーラスになりました。親が高木さんです。さあ、上3人がねトップ争いといったところですね。うん、その差わずか。この子、この子どの辺、加藤さんと八水二郎さんは本当に僅差ですね。2000点ちょっと。はい、もう10とかね、12が一番難しいんですよ。はい、慣れるまでね。みんな逆とてもんだな、みんな逆に。そうですね、こう目印でもあればいいんですけどね、こっち向きに撮るよみたいな。あ、ないですからね。確かに矢印とか書いてあってもね、うん、不思議じゃないですよね、特にね。おかしい、おかしい。さあ、何の4曲オーラス、高木さん親番ですよ。どうでしょう、ハイパイ。トラがウーピーになりました。チョンチョンが、うん、まあ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 悪くはない、良くも、そんなに良くもないけど悪くもない。はちみつ二郎さん2000点ぐらいの手にしたいんですが、はい、いやドラも赤もないんだな、こういう風に言って。いや厳しい、確かに厳しいです ねこれは。まあ一応ね、ウーピンの受け入れがあるから、はい、まあ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 最悪ではないですけど、うん、にしてもちょっと悪いな、ちょっとね、うん。あ、ここはいいですね。うん、まあ割と役配もね重なってもいいですし。さあ、そして終盤になりました。転敗せず。リーチが親の高木さんから入ってるんですね。そうですね。だよ。チートイズのリーチのローピン短期でリーチをかけています。親の高木さん。このパーピント取ったんだっけ？それ通しました。ね。はい。なんだこれ？ああ、なんだろうこれは。テンパしてますよね。してますね。ローアントチューンのシャンポン。はい。ええ。これが最後のツモ。残念。祈り通じず。ああ、上がりはです。そしてこれが入って流局となりました。終わり、山脇プロと高木さんの2人転売ですね。流局とんでもない手入ってますね。ねえ、本当ですね。何のやつですか。それで加藤さん Q1 とか悩んでたんですね。そっかそっかそっか。高木さんにはね筋だったんですけど、はい、だけだった。
あ、チートイズか。山崎プロにね怖かったんですねってことみたいですね。なるほど、どうやら、うん、あ、途中まで欲しかったですね。そのまま最後で違くしちゃった。1500ずつで、これってオタクです。次がなんの4曲速攻になりますね。高木さんの親番連チャンすれば、もちろんね最後の親なんで高木さんにもトップの可能性は十分残ってます、はい、うん、お、ちょっと良さそう。本当ですね。あ、なんか、うん、あ、これはこの逆さまになっているマンズが知りたい、ね、マンズ次第なんですよ。あ、でも良さそうじゃないですか。お、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 すごいいいですね。え、さあ、ドラがローソーになりました。え、すごいいいな。うん、うん、うん、これはチャンスです。高木さん、さあ、はちみつさん、ペーが統一、あ、ローマンがアンコー、両面ターツもあります。これは役があればって感じですね。はい、さあ、そして加藤さん初統一ですね。あ、もう上がりトップ、注文通りですね。そうですね、加藤さん上がれば、うん、そうなんです、うん、トップといったところ。意外とちょっとみんな良かったですね。となると高木さんも簡単ではないか。うん、そうです。あー、トイツっぽくなってきたな。はい、チートイツドラドラとかもありそうですね。あー、そうかそうか、うん、山崎プロ難を重ねたが、うん、ちょっと点差がね、はい、4600点差ですか。そうですね、4600点差です。4600、3900ぐらいにはしたいので、はい、何ポンしてもちょっと足りない。うーん、そうですね、ドラとか赤とかがないと厳しいですか。うん、どうするんでしょうね。うん、まあ、ただね、一旦ポンしておくはね、ありますよね、うん、そうですね、振り返ることもねありますし、そもそもポンしないと上がれなそうですからね。確かに、しょうがないからポンだけして、うん、あとはどうにかなるだろうみたいな、うん、うん、うん、さあ、はちみつさん、これで一面完成。加藤さんは、何でも何でも上がればトップですか。そうですね、はい、はい、はちみつ二郎さんもこれ、うん、リーチ棒が供託があるんで上がればトップです。そうかそうか、供託あるんですね、はい、うん、上3人は上がり勝負、ね、うん、厳しいですね、はい、上の条件が軽いですからね、うん、うん、その分連チャンもちょっとしづらくは、はい、はい、なってます。ただ結構自敗がもじもじ、うん、確かにしてる。あ、これ本一か、本一の方が早くなっちゃったりかもしれないですね。打点のね、うん、条件も満たされます。なかなかね、うん、違いが重いですね、これね。そうですね、僕のものこれなんだけど。あ、想像がどんどん、あらあらあら、うん、うん、上がればね、いいみたいな時に、うん、お、でもこれ高木さんもすごい来ましたね。このチーワンは嬉しいですね。はい、ねえ、こういう加藤さんみたいな手の時に、うん、これ初なんてもうすぐ泣くつもりなのに、なかなか出ないと辛いですよね。はい、あ、うわ、自分で言った、何でもよくなっちゃった。あ、でもそっか、打点が、2600だと上がりどころを選ぶんですね。あ、そうか、でも詰まっちゃえばいいんですもんね。そうですね、うん、あ、でも一本場だから足りるかもしれないですね。26は36は46、46差なんで、そう、ちょっと足んないですね、出上がりだとね。まあ上がりどころ、もちろん直撃とか、いやー、転敗した。あらららららら、え、しかもこれテンパネだ。そうですね、3200は3000、4200は4500、あ、それでもやっぱり横から出ると100点足りない。あー、そうか、あ、高木さん、
高木さんすごいすごい。いやいやすごいすごいすごい。この幻滅のスーピン。サブローアン、ここにローアンあんこですもんね。うん。え、結局加藤さん泣けないんだ。これ白も統一になりましたが悲しいな。うーん、そうですね、白はねこことモチモチなんだ。そうなんですよ。そっか、ペン泣くの？ん、あ、いやいや、いかないか。あ、じゃあつむばです。さあどうだ。ペン白はないが、うん、十分テンパイはね、ちょっとね、ちょっとね、はい、可能性ありそう。ありますあります。ここどう切るか、切っていくかですね。まあ打ったらやっぱり終わりなんで、はい、パワー1もね怖いですよね。うん、先ほど2枚あるスーピンを1枚切りました。スーピンは切れば通るんですけど、うん、スーピン切っちゃうとね両面じゃなくなっちゃうから、うん、それもちょっと嫌だなと、うん、どうしてんだ。うん、ちょっと選択肢ね、ありますよね。ちょっと難しいな。難しいですね。白白なんて切ってね、自敗だからそんなに危なくないしみたいな。まあ、真っすぐパーマンっていう手もね、うん、ありますよね。あとも早くねえな。あ、ここは安全策。安全策に。ただこれテンパイしてね、三暗号とかついちゃったりしたら。ぶったかくなるかもぶったかくなりますね。確かにぶったかくなる可能性ありますよ。いや、ね、はい、ここはスーピンを選択しました。なんだよ、散々考えてる現物かよ。まあでも結構難しかったですよね、今のところ ね、そうですよね、うん、選択分かれそうです。うん、ここは現物の両ピン。サブローワンは3ワンが、うん、え、3ワンが3枚生きてるのか。そうですね、高木さんの手にあるだけで、ローワンも1枚生きてるから、うん、あ、山に4枚もいるんですね、これね。ファーソーも取ってない。どっち進んでいくか取ってないですね。ドム筋どっちかを切るのか、うん、白白なんてこともあるんでしょうかね。回って、まあとにかく打ったら終わりですもんね。はい。ただ脳天でも終わっちゃうんですよね。終わりなんですよね。難しいところですね、その辺がね。はい。あんまり折りすぎちゃってね、終わっちゃうなんてこともありますから。うん、形を崩しちゃうとね、ちょっともう、はい、無理になっちゃうんで、悩ましいところですよね、その辺が。うーん。さあ、サブローマン待ち。うん、違う。はい。これどう失敗してる。山に4枚まだ残ってます。メンツできてます、ね。うん。上がってねえか。あ、上がってねえ。さあ。まだいるぞ。お、一メンツ完成しました。こんな時にこんなもん来んなよ。でもちょっとね、引き気味に打ってますもんね、加藤さん。まあちょっとね。これしょうがねえな。お、チーピンも通った。はい。加藤さんはこれテンパイ取りやすくなりましたね、ちょっとね。なるほど。やっぱりあの蜂蜜二郎さんがテンパイしてると、うん、加藤さんトップ明け渡すことになっちゃうんで。そう、できればテンパイを取りたい。そうですね。うんうんうん。なんか高木さんもテンパれるかどうか怪しくなってきましたね。確かに。だんだん辛くなってきた。あ、そう、白がもちもちっていうのもね。一番きついですよね、それがね。ねえ、そうなんですよね。もう何年だったの？麻雀プロになってですか？うん、うん、積もれず11年か12年だ。あ、ウーピンポンできるぞ。あ、高木さんですね。ウーピンポンしたらテンパイでしたね。これ結構パーワン嫌そうですね、切るのがね。なるほどなるほど、うん、ワンチャンスとはいえ大学卒業とともになってるんですよね、はい、そうかそう。まあ、逆に言えばウーピン切っていける、うん、そうですね、パーワン使い切れる構想もありますね。まさか白がね、他に何もできないですね。え、そうだったらすごいことですね。大学
時からマージャンやってたの？あ、やってました。ずっと友達とかの山崎プロまだ積もれずとかと、うんうん、以前サブロマンは4枚山にあります。まだ減っていません。ありありのルールとかをね覚えました。あ、そうなんだ。あ、そうなんだね。うわ、ドラ、ね、ドラ か、うん、か結構覚えるよね。そうなんですよね、うん、最初なしなしドラはなかなか厳しいか。まあパワー1カラーになりますか。しょうがない。あれあれ、まあでも天敗は取んないですから、うん、それ取んの、まあ、順目がねないんですよ。ヤウバー、ヤウバーだよ。連チャンしなければと言ったところ、はい、高木さんすごいね。あれあと、え、4枚まだいますもんね。変わってないですね。そうですよね。天敗はだからといあドラにくっついて、はい、ウーピンが通ってるのでウーピンは安全に落とせますね。弱ったんだからどっちにするか。でもウーピンね赤もあって自分の打点にもなるからプロやろうかなと思ってた。使いたいですもんね。そのプロの存在をあんまり知らなかったんですよね。あ、そうなんだ、うん、すごい。あ、まあ、大学 の、 後半のもうオーラスの残り30なんですけど、あのどうして麻雀プロになったのかの慣れ初めから入り始めました、ね、そうですね。もう多分あと3分ぐらいしかないですけど、うん、あともうちょっと序盤でそういう話をねしてほしかったですけど、しかもこれあの2半ちゃん目最後の動画の一番最後の部分なんでここから慣れ初め始めるとすごいもう逆になっちゃいますけどね。おリャンワンって言いましたね。現物ですね。では通ってますね、うん、はい。ということはちょっと天敗がねかなり厳しい、はい、キープはしてますね、うん、あ、相撲上がりました。山崎プロリーチ相撲な裏ドラも乗りました。4000は2100、4100、はい、漫画の相撲上がり山崎プロ、え、ってことは連勝ですね、これね。音投げがないのよ。山脇さん本気でやっちゃってますね。白は持ってないですね。白持ってるよ。白持ってるよ。だから3つ持ってんだ。ナンバが終了しました。綱川さんいかがでしたでしょうか。結局山脇さんですか。いや、そうなんですよね。いや、でももう本当なんか、終始隙のない麻雀。結局、宝珠なしですか。あ、なしですね。ですかね。はい、はい、はい。積もられただけですね、失点は。じゃあもう、宝珠なしで、連勝して、パーフェクトピッチングじゃないですか。なんかもうちょっとね、えい、いっちゃえみたいのがね。うん。僕あんまなかったですもんね。なかったです。ガチで言ってました。いやー、でも強いですね。お見事でしたね。強かったです、はい、うん。さあ、改めまして、1位が山明千文プロ。はい。本当に完璧でしたね。完璧でしたね。内容も素晴らしかったですし。うん、はい。あとは手心だけ覚えていただければ、はい。完璧じゃないかなと思います。はい。はい。続いて2位が加藤茶さん。はい。まあ、なんと言ってもね、うん、まあ、一半ちゃん目、焼き鳥。いや、そうですね。一度も上がれず、というところから、うん、二半ちゃん目も別にあのいっぱい上がってるわけじゃないです、うん。二回しか上がってないんですけど、そうですね。あの、大きな失点をね、せずに、うん、やっぱり、細かいところでね、天敗量だったり、あと、放獣しないだったり、っていう、うん、耐えてるところで、こうね、うまく、蜂蜜二郎さんとの二着の争いを制したっていう感じになりましたね。お見事でした。はい。続きまして、第3位、蜂蜜二郎さん。はい。蜂蜜二郎さんもね、まあ同じく上がりは2回ということで。はい。はい。いやー、まあ苦しい展開も多かったんですけれども、うん、やっぱりね、随所に光ってました。あの普段ね、ゲームで麻雀歌ってるっていうことがね、そのリアル麻雀自体は本当にもう、本当になんか、久しぶりということでしたけれども、うん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 。ただやっぱりまあ手つきなんかもね。全然そんな風に見えなかったですよね。ね、慣れてらっしゃいましたし、はい、全然こうなんか、こう、慌てることもなく、落ち着いてる。確かに、終始落ち着いてらっしゃいました、ね。そうですよね、うん。すごくね、これからもリアル麻雀もゲームも楽しんでいただければなと思います。さあ、続きまして、最後に、第4位、高木ブーさん。はい、ちょっと後半はね、失点が多い展開になっちゃいましたね。まあ、なんか、やっぱりね、どうしても4着っていうのは、ついてない人がね、どうしてもなっちゃうもんなんで、しょうがないかなっていうふうにね、思います。上がりもね、
一回はなんとか取れたんですけど、その後はもう結構積もられたり、うん、やっぱどうしてもノーテンバップみたいなのがね、うん、すごい多かったんで、ったですね、はい、別にね、宝珠がすごい多かったというわけではなくて、多分2回しか宝珠してないんじゃないですかね。そんなもんですか。なんですけど、やっぱり積もられ、ノーテンが結構響いちゃったなという感じでした。実況は飯塚優里、解説は綱川隆明プロでした。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。東京ダイナマイト単独ライブダイナマニア2は4月28日日曜日銀座ブロッサムで開催です。ぜひお越しください。皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけで2戦目もトップは山脇プロという結果になりました。ありがとうございます。先ほどの2戦目どうでしたでしょうか。なんかそんなに大きな爆発的な手が出たわけでもなかったんですよね。多分結構平たい感じで、うん、そんな中でちょこ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 点差詰めていって、ね、最後上がれてよかったです。いやでもやっぱりあれだな、うん、手を作るのがうまいね。これでもすごいたまたまうまくいきましたね。ちょっと本一にも寄せながら、でも線2線目指してたので、うん、ちょっと積もりにくそうなそのカンちゃんとかちょっと外して、まあ、ちょっと掃除に染めていってたら何があんこになったので、そしたらもうあの積もれば大丈夫になったので、リーズもなんで、でこのマンズそのまま残って、カンちゃんなんか嫌いながらどんどんこう手を進めていくのがすげえよな。まあ、でもこれ本当にたまたまで、まあ、この1枚3品出てたのと、うん、あのちょっと想像多めに持ってたので、あのもしかしたら泣いていって何本一の3900点でもよかったので。ああそういうことなのか。そうそうそう、何が来るかわからない状態で、まあ、ここだけ一応そのここが埋まっても、そうするとこの何があんこになるダイオリーになっちゃうなとかって思って、だからまあでも結構たまたまなんですよね。そのこっちがあの失敗しちゃうこともあるので、うん、3品来ちゃってみたいな。でも手の作り方うまいやな。なんかね最後うまくいきました、うんうん、ちょっと嬉しい。はちみつさんはどうでした。私は後半もかもなく不可もなくでも全般活躍したもんね。そうです ね続かなかったですね、うん、そうなんだよ、続けるのは大変なんだよね、うん、結構上がってもその例えば自分が3900点上がってもその次に1万2000とか補充しちゃうとすぐ、うん、あのポイントなくなっちゃうので。でも俺たちはね3900上がってもな、うん、その後万万ぐらい平気で来るからな。あんまりでも大きいの出なかったですよね、うん、そんなに。でも俺なんか折りまくっててこれだから最後ね、上がればトップみたいなところでなかなか手が入らないみたいなの、うん、もうその1000点でいいのにその手にならないみたいなのも よくあるので本当に。でここで行けば勝負になるのになって時にやっぱりいっぱい来ないんだよね。高さんどうですか。くたべりましたよね。なかったですよね。いやもともと始まる時はくたべりしたからね。まあでも楽しかったな。ではあの面白いってきたからね、いつもと違う。だからあの親切ニコニコとかさあんまりやんなかったのが今回出たから。いや高田手は言ってたもんな。面白かった、うん、俺だよ全然来なくて最初。最初焼き鳥だよ俺。焼き鳥は一回も割れなかったもん。飽きちゃいますよね、うん、やっぱりやろうと思ったら、まあ、まあ上がんなくてもそういう形になれるっていうのが面白いよね、うんうん、手になって戦えれば楽しいんだけどね、うん、もうそうでもでもあの振ってもいいんだけど、うん、それで勝てればいいけど、うん、できなくてもここまで行ってて先に上がられちゃうのはしょうがないけどね。でも面白いよね、うん、でもやっぱ今日みたいにこうあのおしゃべりしながらやるのもすごい好きなので私は、うん、楽しかったです。ずっと。ハチミツだっていつもあのゲームやってんだろ。あのすみません。人とやるのもそうですけど、子供の時岡山でテレビで見てたお二人と、うん、あやるのか。麻雀やる日が来るなんて思ってなかったですから。うん、いやそういう日が来るのよ。確かにちょっとありえないことが起きてるのに。どの仕事よりも羨ましがられますよ。あ本当に。
もう M1 よりあのみんな羨ましかったです、はい、でもこういう時じゃなかったらね、はい、負けは負けだからさ、はい、上位関係ないんだからね、だからそれはやっぱり普段だったらさ、まあ、あの怖い顔してかもしれない、そう普段今日は違うからね、だからしょうがないことですさ、それでいいんですよ。ということで皆さん本当にお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ゲストのはちみつ二郎さんと山脇千文プロでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今回の対戦はこれにて終了です。次回3月のゲストには滝沢和憲プロ、ニッチェの近藤久美子さんをお招きしていますので、お楽しみにお待ちください。そしてよろしければチャンネル登録やご意見コメントもお願いいたします。皆さんご視聴ありがとうございました。この動画はなんだちみわサポーター、篠岡様、泉和夫様、志村後ろサポーター、おかず様のサポートでお送りいたしました。サポートしていただいた皆様ありがとうございました。ありがとうございました。